リンゴさんが、このところそれに、ほぼかかりっきりになっていた、新しい仕事があって、サクランという映画の音楽監督を、やって、僕もちょっとそのギタリストとして、その映画音楽に参加しました。アルバムの方でも随分違うアレンジで、はい、いろんなバージョンができています。で今日はまた今日なりのこの編成の新しいアレンジを作りましたので、映画サクランの、挿入歌、タイトルはサクランです。ワン、ツー、ワン、ツDon't look to the sky, home with your lonesome eyes. You slipped into my room in a simple disguise. Take me with you furtive eyes. I want a word for time to come my way again. Stay here, yes, or else blue remember dust. This or other end. Sadness invites me, entices me to you. Don't let me go. You first came to me with me.今ライブにも出ていただきました椎名林檎さん、お迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。素敵なステージを、本当に見させていただきました。お粗末さん、なんかお互いがこう、なんでしょう、カバーしちゃうというか、なんかすごいなんかステージでしたけども、結果的にはね、そうですけど、はい、まあ、最初林檎さんが僕の藍色の瞳をカバーして、はい、してカバーバージョンを作ってくださったっていうのをいきなり FM で聴いて、はい、わあすごいなって思って、はい、で僕はリンゴさんの歌を聴いたらもう歌いたい歌がたくさんあって、はい、でステージで
歌ってるっていう状況なんですけど、りんごさんはこの灰色の瞳っていうのは長谷川さんの曲を聴かれて歌おう、そうです大好きだったので、はい、でもあの 僕らが歌った時はりんごさんはこの世にいない時ですから。え、本当ですか？そうだよ、74年だからいないでしょ。そっか、うん、74年は78年生まれですか。でもやっぱその自分の生まれ前の曲を ね、そうやってでも歌うっていうのはまたなんかの縁というか、これはこれでそうですね。キヨさんの大体曲はですね、うん、うちの中でもこう子供は聞いてはいけないカセットテープのコーナーにから開けると入ってるこうワクワクしますね、そのコーナーあ、そういうところに入ってたんですか、はい、でも聞いてはいけないと言いながらもやっぱり聞いちゃうわけですよね、はい、色っぽくてやっぱ残りますよ、ね、へえ。お二人の出会いって何だったんですか？私のやってるバンドのメンバーがいなくなっちゃった、いなくなっちゃったっていうか、まあ脱退しちゃった人、はい、ピアノが抜けちゃったからいろんな箱で見て探そうと思って、はい、探してるうちにエコダのライブハウスのチラシで、なんと長谷川きよしさんライブなさるよっていうのを見つけて、はい、チケットその場で予約して、はい、で見に伺ったわけですよ。それで一お客さんとして、まあ、ただお客として見に伺っただけ で、はい、うわすごい、なんかレコードよりもさらにやっぱね、生だから生き生き生々しい、ちゃんとこうなんていうんですか、生きた歌だからもうすごいと思ってびっくりしちゃって、はいはい、アンケートにはもうその素晴らいかに素晴らしかったかを書いてアンケート書かれたんですか、リモさんが。でも最後に名前を書くところになって、はい、せっかくだから源氏の名前の方がいいと思って、源氏の名前、源氏名書こうかなと思って、ね、はい、リンゴって書いシーナリンゴと。でもそれ読んだんですけど、まさかシーナリンゴが来てると思わないのでそんなことはないんですけど、これなんか語ってるのみたいな、あの疑いもあったり、ね、ジョークで書いたんかなと思ったら、でなんか連絡先が一応書いてあったので、はい、ただ事務所だったんですね。ええ、それで電話をして、まあ本当かどうか確かめたいっていうのもあって、はい、そしたら本人だということが分かって、へえ、それから僕ももうね本当に嬉しかったです。すごいですね。ほんでそっからですか、まだそこはお会いしてないですもんね。そうですね、電話とかなんかメールちょっとやり取りして、はい、何か一緒にやれたらいいなっていうのをね、はい、メールの最後に忍ばせたんですよね。それは逆にりんごさんからしたらどうでした、そのご挨拶だなと思うまあそういうふうに、同じそのおこがましいんですけど、まあ、同じ職業というか、はい、作って歌う職業としては同じだから、まあ、社交辞令として言ってくださってる、それにしてももうすごいもったいないありがたいお話だなと思って、はい、まあ嬉しいと思っておったわけです、はい、でもその社交辞令かなと思ってた話が実現になるわけですよね、リンゴさんのファンの人たちのためのスペシャルライブがあって、はい、その中で僕のギターでだけで歌うっていうふうに言ってくれて、うん、そうなんですよね、その時のリハーサルであったのがだから本当に初めて。そうですね、初対面ですよね。そうですかね、かかったのはその時。すごいですね、その後どういうお仕事でご一緒になったんですか？なんか今映画の音楽やってるのよみたいな話、はい、サクランという、映画のあれですよね、その音楽をリンゴさんが担当されて、そうやらせていただいてて、はい、これはまたチャンスだみたいなことになって、はい、僕も連絡をしたりして、はい、ぜひギタリストで構わないので使ってくださいみたいな話で、はい、素晴らしい贅沢だなって思いました。今後いろいろこうなんかやりたいこととかなんかありますかね、やっていきたいこととか、か何ができますかねなんか2人でこうなんかまたやられてるのを見てみたいですけどね。そうですか嬉しいですけど、本当はあれまさかキヨさん歌ってくださると思ってればもうちょっとちゃんと書いて おきたかったのにって思ってるんですよ。化粧直しとかリンゴの歌とか、まさかそんなね、ごめんなさい、なんちゃってブラジリアンで、いやいや申し訳ないな、大好きです化粧直しも。今度は書き下ろしたものを歌っていただければ、ちょっとそんな話出ちゃいましたあれ
でもすごいいい曲をお書きになるからあれなんですけど、うん、頑張ります。楽しみにしておりますんで本当にありがとうございます。